ベガスグループ僕結構来てますけど、ここ初めてで一番並んでますね。ほら戦乱神楽ある。おはようございます。あ、戦乱神楽取られてます。ダメだ、ちょっとアイコンチェックしましょう。吉宗、そらそうです。そらそう、分かりきってたことですよ。おはようございます。おはようございます。はい。いや、やってよ、もう進行役どっちがやるのかなと思って。いや、だから僕出たことないからこの番組いや、私もパチパチライター部2人で入るの初めてだから、わかんないです。パチパチライター部という番組なんですね。そうです、パチパチライター部という番組です。はい。ゆるっと打つ番組です。はい。今日はどちらのホールに来てますか？本日は北海道ベガス大谷地店様です。はい、大谷地店様ですね。大きい谷に土地の地と書きまして、大谷地と呼びますけれども、北海道で収録自体が初めてなんですか？初めてです。この DMM の中で、それとも初めてですよね。初めてなんですよ。 DMM 自体が初めてなんだ。そうなんです。わあ、それはちょっといいところをお見せしないといけないですね。でもいつものカメラマンさん連れてきちゃったので、僕はもう H1 グランプリをやってる感覚ですよ私も M1 やってるつもりでなんか地元感が否めない。その番組の趣旨的なものは、ただもう好きな台を打つだけです。私も2人でやったことがないので、どんな感じかわかんないんですけど、多分大丈夫です。好きな台パチンコ、パチスロは縛りないはずです。パチンコ持ったことあるはず。もう本当に好きな機種でいいんですね。はい、大丈夫です。というわけで、すでにもう入場を終えて我々台を抑えとるわけですけれども、本日抽選参加人数が全部で200超えましたね。一般入場を含めればもう朝の時点で200人を超えてるという大盛況の中、僕が抽選89番、私119番です。2人ともまあ悪いところでしたけれども本当に何を取ったんですっけ？私は番長3を取りました。よく取れましたね。本当に空いてないかなと思ってダメ元で入ってみたら空いてたんですよ。絆とかにも結構お客さん行ってましたけど、島が離れてるのが幸いしてるのか、割と散らばりましたね。そうなんですよね、お客さんがね。で、僕が吉宗極めをなぜそこに番長3もいいかなと思ったんですけど、やっぱ2人一緒にやる動画でね、同じ機種っていうのは、いやでもワイワイっていうのもいいかもしれない。でもな、そのなんか新しいのならまだしもさ、あれじゃん、番長3もみんなある程度見てるから、わざわざ並んで打つ必要もないかなと思って、そういうことで吉宗したんですけども、お金持ちの遊びですね。いや、あれは危ないよ、本当に。あれは本当に怖い。私神々の娯楽だからね。そうです、そうです。もう私手出せませんもん。いっぱい賞味は無理。収録時間内に AT にまず入れれるかどうか。いやでもあれ早いですからね。そうね、おっ始まっちゃえばラスト1時間でどうでもなる機種ではあるよ。大丈夫です、ちょっと飛行機遅めのやつ撮ってるんで。最後ないの、なんかないんですよ、パチパチライター部。パチパチライター部みたいなないんですか？ないんですよ。しれっと始まる感じで。はい、じゃあ今日もお互い乗り打ちで頑張っていきたいと思います。いってきます。セットされてれば3日、一発目の対決は 10% が勝利。その 50% を引ければ 80% のループもらえるので、セリーかマダラの中対決。わー、ここで MB、 あっ、よし、やったー、208回5000円で当たりました。いきますか。お、来た。あー、割れた。ですよねー。さあ、ボーナスチャンス。先はやめて。あー、微妙。対決よし、ありがとうございます。上手だわ、いいわよ、このままいくわよ。早いな。そこはできなかったけど、戻ります。森岡、森岡、弱い。ああ、ない205枚。ああ、やっぱそうなんですよね。そういうもんなんですよね。日帰りなんですよ、大体。さあ、では実戦開始です。僕は朝一吉宗極めからのスタートです。極めだったか極みだったかちょっとうろ覚えですけど、とりあえず AT に入れることを目標に頑張っていきたいと思います。打ったことある方はご存知かもしれませんが、めちゃめちゃ荒いです。この極めの方は本当にその収録時間内だと AT に入らないということすらあるぐらい荒い台です。最大天井が確か1400ゲームだったかな。で、1000ゲーム超えればビッグが出てくるんですよ、必ず。で、この機種まずビッグを引かないと本当どうしようもないので、まあ、よりハマってくれてるのはありがたいですね。おーい、熱い方きた。チャンス目か。よいしょ。弱い。チャンスアップもなし。さあ、338ゲームで降格いきました。弱い。いきますか、様子を見に。まあ当ててくれてると思うよ、さすがに。いやー、どれだけ出てるからもう2000枚ぐらい。あら、全長始まってる。ああ、そっかそっか。あれ、もう2000枚ぐらい。途中交換ですか？はい、途中交換ですか？途中交換あの、ないなと思って。ごめんねちゃんとビッグは出てくると思う、朝一そこで頑張るからそこで1000枚は出そう、とりあえず。わかりました。はい、初当たり1回で日帰りだったんですけど、ボーナス引けました。あ、その ART の中で1日目でどうなの、まだ32回超えてない。初回だけですね。ああ、じゃあ最初だけ。じゃあまだわかんないね。まだわかんない。で5000円だけです。これもまだわかんない、まだわかんないよ。いや、どうか、まあまあ据え置きだったけどまだわかんない。本当に分かって。今いくらですか？26本。え、早くない？早くない？もう、まだもう合わせて31本ですよ。40本まで使わせて。あ、分かった。40本まで。分かった。40本いったら一度相談に行く。分かった。その時相談させて。頑張る。なんとかするか。信じて頑張る。頑張る。大丈夫かな。大丈夫かな。でもあれ早いしね、出ると早いし、ここだけ見たいよね。大好き北斗セブン。開かないかな。開いてないな。打ちたい。こういうの見ると打ちたくなっちゃうよね。あ、とりあえずはセリーか。のりおさん。無理だ。おお。出るかも。310、チェリーからですね。ちょっと長めに2泊3日ぐらいで行こう。お弁当から広角には上がりました。32超えちゃった。割れない。弁当は当たりづらい代わりにいいやつが選ばれるんです。うまい。えっ、危ないはできそうです。お疲れ。間に合わないか。47まで引けなかった。ダメか。うまくいかないもんですね。もう一回ジャーニー一中に引けてたら対決いけたのに。あー、当たってないですね。読みが外れてしまいました。前日最終ゲーム数は500ではなく200台ですね。とりあえず広角をいった。いいぞ。チャンスか。おお、大家門来た。熱いぞ、もう一度来い。さあ2ゲーム連続金、これで第7当たり。おお、来た激アツの2ゲーム連続大家門です。はい、降りてきました。当日ゲーム数は952で、投資が34本で、900ゲーム台なんで、では化けの可能性もありますけど、酔い腰で間違いなくもう1000ゲームはハマってるので、ここはビッグですよ。ここでもう7出ろよ。いや、7ですよ、ここは7ですよ。 G スプラッシュ、よし、959ゲーム、ビッグです。 G でやろう、 G。 僕はもうここは G ですよ。さあでは行きましょう。通常の吉目と違って、この極みはビッグが始まるとまず上のストッカーゾーンに突入します。だからここがめちゃめちゃ大事ですね。さあいいの選ばれてろ。とりあえずこの30までは頑張りましょう。うわー、100出てきた。うわ、もうここまで頑張りたいな。まだおしゃしゃしゃ、ここまで確か保証なんですよね。通常時だと4ゲームが保証だったかな。で AT 中だと1ゲーム少ないんですよ。よしよし、いいぞ。お、いいよ。これは最低継続率ではなさそう。いやー、100があとちょっと。よし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 、次100、次100。おいおいたまらんね。うわー、もう今の100でちょっとリズム崩したな。これいらんかったわ。オーケーオーケーオーケー、しのいだ。おい、いいぞ。ああ、終わったか。でもオッケーオッケー、十分です。上出来プラス310枚。さあでこれをね、消化中に生かせるかどうかですよ。通常時に引きまくったように、まずはチャンス役引いて、上のストッカーゾーン入れて、ビッグ延命させて、その間に金鳴らして GM にさせて、そうこうしてるうちに AT まで確定する、これがベストです。おお、ここで2ゲーム連続俵。次引けば、ああ、熱い波なしだー、くそー、終わってもうた。最初だけでしたね。でビッグ5はこのように広角に突入します。いやー、どうか。おー、熱っ、全員いたね今。あー、チャンスアップ、ついにカモンいくか。ただもう内部的な AT モードはおそらく終わってるんで、これをものにしたとしても出てくるのはボーナスでしょう。頼むよ。さあまずいいのが選ぶ。あー、緑か。緑、とりあえずカットイン出ろ。わあ、でもいいぞ、緑がいっぱいある。白で出るなよ、カットイン。これも一番ダメなやつね。うわー、下手くそだなー。粘ってるおかげで俵止め取れてますけど、これは無理や。残念ながら家紋生かせず。よし、1、2波抜けたんで隣に移動します。さあでは2台目です、朝1台ですね。でほら中段にタワラー揃ってるでしょ。これボーナス中か AT 中しか中段には揃わないんですよ。まあグラフを見ても昨日出っ放しのまま終わってますから、今103ゲームですね。2セット後 1,2 杯以内での当たりはなしと。ザ・ G ビッグで得た出玉が飲まれました。追加投資です。とりあえず1回 AT 入れることを目標に頑張ります。ギリギリ越えなかった。勝てない無理だ。リプレイ勝つと思わなかった。300の72まだあるまだある。無理だー。チャンスアップなんもない。下手くそすぎる。52枚だって。対決はいきますね。あっ115か1615かな。おおここでムビー。これカモンいきますよ。弱手で突くのは熱い。まあ薄いですけど一応抽選はしてますからね。まあまあまあここは当たりますから。ゾウさん来い。ゾウさんが見たい。ああ来た来たゾウさんでカモン降格です。1114ゲーム復活しますよ。さあ行こうカモン降格。何色がありますか。うわもうこれは絶望的だな。もう俵でいい。オシュン俵でいいよ。もう勝手に出なくていいって。だから出なくていいよ。いやちょっとこういう色の時じゃなくてもうこれ何でしょうね。赤これ赤。うわーあ、これは勝負どこ来ました。カットインお願いします。だー、今日はパチスロ打っちゃいけない日だったな。あー、2択、ガチ2択。いやもうね、男は黙ってもう逆押しですよ。そんな挟むとかそういうのいらない。オーケー、オーケー。投資64,000でございます。パチンコパチスロは適度に楽しむ遊びです。投資64。お、ここで準備中のチャンス役も上のストッカーゾーンの抽選やってますよ。でもうビッグは確定してるんで、これはもうビッグ中の上のストッカーゾーンが2個出てくる可能性がある。よいしょ、1136ゲーム2回目のビッグ。 G で G で、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。いや、準備中のチャンスに当たっててほしいですね。さあ、まずここ大事。いやー、しょぼい、いいのが全然ない。あれ、やる気出ないぞ。ちょっとなんか出るこいよ。おいおいよい、ちょっとおい、オッケー。チャンス役いきたい、チャンス役。あ、やばい。おい、うわー、いったーうわー、いくつ乗るやろ。ちょ、711枚くださいよ。待つか、来い来い来い。うわあ、2円、まだもう一回、もう一回。うわあ、来たよしゃー、よかったなー、もう。うわあ、しかもこの位置、あっつ、まだチャンス役ですよ。変換。ああ、変換を怒らず。いや、もういいです。よーし、よかったー。あー、準備中のチャンス目大事だぞ。赤があるね、とりあえずここまで頑張ろう。いや、松で711枚。20か、30まで頑張ろう。30のとこまで。いや、楽しいね、やっぱ G スプラッシュは。今までのハマりがもう全て報われてます。うわー、これ継続率めちゃめちゃ高いわ。かわせ、あー、終わったか。チャンス役来ませんでしたけども、それでも210枚。ジャグラーが埋まってきましたね。さて、オキドキ。出てますね、出てますね。先生、別つまみ。ありますね、別積み4000枚。バラエティすごいね。2箱。ギルティークラウンか。ギルティークラウンみんな出てる。なんだろう、私だけなんだよな、出てないの。別積みグラフ綺麗。みんなグラフが上向きじゃないか。25日旅行って何25日も旅行したらさぞ楽しかろうって。さて、見に行ってみようかな。出てる、余裕じゃないですか一応状況言ってきますね。はい、投資は6万4000円で、はい、今ビッグ中711倍乗せたおかげで、はい残り1000枚以上あります。はい伸びるかもしれない。そう確かに。乗りますか乗りませんか。最終ジャッジをここで下してください。どうしますか。でも私も、うん、もう3万円使っちゃって。なるほど。どっちでもいいよ。もうここでもう僕は使いすぎてるから、うん、もう解消しますな解消しますでもいい。ただ可能性は秘めてる。確かに。いやー確かにこれ早いし。ただ。6万4000円使ってます。いやでもこれは乗っとくべきだと思う。乗る？乗る。いいね。うん。続行でいいね。続行でいい。分かった。まあもうこっちは浮き上がるしかないからね。そうですよ。私はもう沈むしかないんで少しでも。あもうなんかゴスロかなんか打っときな。優しい。足引っ張んないでよ。あごめんなさい。すいません。当てます。わーきたー AT です。カモンカットには AT 確定です。さあ来ました。期待値1400枚と言われてる AT これ確定しました。完全に追い上げてきたな。でこれであとは1ゲーム連さえさせれば完璧ですよ。まだ払い出し枚数で900枚余裕がありますからね。2発目きた。ウェイト中に完全に光りましたね今。おーいおお強制に。いやーこれはまこれあるこれある。うわー昇格昇格いけ。あーきた。久しぶり見たなこれで。これで G スプラッシュいった場合はいいシナリオが選ばれやすいんです。ほら最初から100だからもう100は確定ですよ。ここでここまではいこう。おいあまだ保証内だからベッドのとこまで行くね。大丈夫ここは大丈夫。うわ嘘やろ。おいああ30かいいぞ続いてる。うんやっぱいいシナリオが選ばれてるわこれ。10が少ない。うわ継続率もやっぱ高いですね。きっかけが昇格シェリーだったんでまあ終わったけども280十分です。よしビッグ分のみでなんとか1000枚超えることができました。で AT がまあ2セット分以上はあるので2000枚だな目標2000枚。さあ終了です。十分アイコンは弱いですね。天国はなさそうです。さあでは本日初の AT です。通常の吉宗と比べて上乗せ当選率そしてゲーム数ともにアップしております。あとは上乗せ特化ゾーンかここの性能もアップしてるんで、まあ、AT は全体的に上乗せ性能と継続性能がアップしてます。おちょいやつ強チェリーでお願いします。よしいや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 もっとくださいよ。いやー弱いっすねこれ。赤だったら家紋降格いく可能性ありますけど青じゃ弱い。あー強チェリーで10の2。おっとおあ、ただの広角だな多分これ、うん、ゲーム数による広角です。ここでの煽りが厚ければ厚いほどボーナスに期待できるわけですが、ちょっと弱いですねこれは。ここが町民でも G でもなく姫が出てくれば厚いです。でこれで1セット目はとりあえず終わりましたね。まあ、ここは続きます。あ、1セット終わってこうやって2セット目出てくるのか。おお、小判柄です。確定画面に行きましたけど、ここは AT が出てきます。よいしょ、2セット目です。いや、ここちょっと頑張んないとまずいな。わあ、黒いきた。チャンス目来い、チェリーかー、ジャクチェ。ああ、でもベッド出た。よし、ジャクチェでプラス20。いや、これ継続してくれないとやばいな。逆に継続してくれれば300のゾーンまでいけるかもしれない。さあ、継続してくれるか。おお、ギリギリいった。いや、まあここの赤はさして期待できないですね。もう一丁、ダメか。一発目が単発で終わってるんで、ここはなんとかついてほしい。何が選ばれるか。追っかけ以外だったら大丈夫。これは追っかけだったら逆にもうきつい。うわー、終わった。で3ゲーム目はちなみにこれ怒らないで普通の顔だったら熱いです。あー、結局500枚ぐらいしか売れなかったですね。ビッグで1000枚取れたから。頼む。ああ、いったいった、外れがない。さあ、本日初の超高額、もう最後です。これ外れたらやめ。超広角はまず突入時に当たるかどうかの抽選をやってます。で消化中も主にチャンス役でボーナス抽選を行ってます。いいぞ、こっち行けこっち行け、それ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 、よーし、大家紋少女ダメだ。あー、これはもらったんじゃないか、さすがに。ああ、いた、もろた。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。ほらほら、いや、最後の最後でよく引っかかってくれましたね。よし、300のゾーン過ぎたところからの超広角です。頼む、最後は気持ちよく終わらせてください。そんな予感はしてた。お後がよろしいようで。何も引けずに終わりました。さあ、というわけで実戦終了でございます。まあ、結果はエンディングで発表させていただきますけども、まあなんとか AT 入りましたね。その AT の伸び具合はさておき、まあ個人的にはギリギリ満足できるかなというところです。お疲れ様でした。これを追い止めるしかない。はあ。ごい。希望久々だ、旅行行きまーす。行ってきまーす。これはベルの分 No! ですね。次これがチャンス目の分。よし、あるよあるよ、あーいった、うまい、いいよ、シナリオ通り完璧です。まだら希望でいいやかな。おお、マジ？果敢に青を狙いに行ったのに。あ、いたです。しまった。あ、スタックなんだ。おう、行ってしまえ。ここで引くんだ。なぜここで結果発表。はい。2人ともまあ浮かない感じではあるけどもね。そうです。ちょっと船底なんですかね。海底からちょっと上がったぐらいです。ああ、まさに。まさに私もあ、まあ、今浮き上がってきてるところなんだ。来てるとこです。今まだでも結構下の方ですよ。ということはまだ取り切れてない。うん、大丈夫ですか。まだでも2セットぐらいしかないんで。あ、じゃあ上手に終われる感じか。そうですね。これ以上ちょっと伸びてしまうと危ないという感じですね。そうです。じゃあ暫定の結果をとりあえず聞きましょうか。はい、投資が1927枚。結構いったね。いきました。1927枚。こう47枚貸し47枚にで今のところ596枚、うん、なので1400枚ぐらいか。で2セットあるならば1300枚ぐらいマイナスかなと。1000枚切りたいね。そうなんです。せめて1000枚、もうちょっとだけ出せればと。そうね。どうでした。僕ちょっとね50枚貸しで計算しちゃったんですけど投資がね64本なんですよ。さらっと言ったと思ったろう。47枚がしなんで投資が3008枚です。はい、3008枚。回収が1400枚ぐらいでしたね。おお、マイナス1600枚。はい、十分ですね。でもそうですね。僕お昼ご飯食べる時点で45本ほど使ってましたから。それからすれば、だいぶ戻ってきたなという感じがしておりますし、確かになんか麻痺してきますね。まあでもちょっと迷惑かけちゃったね。いや、全然大丈夫です。私もしかしたらこれから3000枚とか出るかもしれないし。先帰るよ。振り込んでね。振り込みますか。みずほ銀行です。わかりました。はい。振り込みます。もし振り込みですればこっちで持ちますんで。出た分は振り込んでいただければ。ちょうど2台あるんでね、先我々帰りたいと思います。はい、頑張りたいと思います。そう、ちゃんと待ちますよ。2セットでしょ。2セットです。もうほんとすぐです。まあでもやっぱあれですね、その辺にちょっとキャリアの差が出ましたね。私基本的に公務員スロッターですから、ビシッともう時間まで終わらせる。さすがですね。 AT 伸びたらどうしようみたいなこと言ってましたけど、心の中でも終わらせる気満々でした。よし、完璧と。さすがですね。最後バケ引いちゃったのがね、ちょっとあれ想定外でしたけど。わかりました。なんかこうずっと1台打ってましたけど、なんかいい挙動みたいなのあったんですか。周りが良かったっていう。ああ、そのコーナーが。そうです、そうです。番長3の島が他も結構歩いてみたんですけど、やっぱ一番強そうなのが番長3だったんで、ちょっとやめにくいなと思って。なるほどね。まあ確かに島全体盛り上がってましたね。特に角からちょっと、まあ、角も出てて、であと真ん中付近が両サイドですよね。そうなんですよ。で絶頂も何台か見てるんで、ありゃーってことは、まあ、ゴム結構使ってる感じなのかなっぽいですよ。まあ絶頂入ったらやっぱ見栄えいいしね。そうなんですよ。で別積みは大体絶頂からです、うん、いや角は何だったのか分かんないですけど、僕もじゃあメイン機種行けばよかったね。そうですよはいということで、パチパチライター部46回目、うん、終了でございます、はい、ありがとうございました。じゃあ振り込みますんで。そうですね、はい、これからあと5セット以上のした場合はちょっと我々先に帰りますので。わかりました。報告しますので、みずほ銀行の池袋支店まではい、じゃあちょっと休憩コーナー豪華だったんで、そこで休んでいただいて、サンシャインみたいに言いましょうか、キャッシュ番号みたいな。いいかな。ダメですダメです、はい、じゃあちょっとこの後も頑張ってください。はい、行きたいと思います。ありがとうございました。またご覧ください。さよなら。